鮭のメスは卵を産むとすぐに死ぬと聞きますが、オスも同じですか？また相手を見つけられなかったメスはどうなるのですか？大阪市の水族館、海遊館に聞きました。鮭の一生はだいたい5年くらいです。川を下り、海に出て、4000キロから5000キロの大回遊をした後に、5年目の秋になると、生まれ故郷の川を目指して帰ってきます。川に入ると餌は全く取らずに上流に向かい、冬でも凍らずに湧き水があり、水量が確保されている水深1メートルくらいのところを産卵場所に選びます。この頃にはオスメス一体の夫婦ができています。メスがオスを見つけられないことはほとんどないそうです。メスは数日かけて掘った穴に卵を産むと待ち構えていたオスが精子を放精します。産卵に体力を使い果たしたメスはすぐ死に、オスも1週間くらいのうちに死ぬそうです。よくうなぎと梅干しなどの食べ合わせはお腹を壊すとか体に悪いと言います。何かはっきりした根拠はあるのでしょうか？大阪府立健康科学センターによりますと、食べ合わせについては昔から多くの言い伝えがあります。そのルーツは古代中国の哲理である陰陽五行説に基づく食菌にあるといい、また一般には江戸時代の儒教者貝原益軒が著書の養生訓に食べ合わせの戒めを載せて広めたと言われています。ただそれらは科学的な根拠はなく、どちらかというと食文化を作り上げるための戒めだったようです。うなぎと梅干しはうなぎの油に梅干しの酸が作用して消化不良を起こすとか、しつこいうなぎにさっぱりした梅干しを合わすことで食べ過ぎるという説もありますが、一緒に食べてはいけないという理由にはなっていません。コンピューターウイルスを初めてばらまいた人物とは、コンピューターやソフトウェアに侵入しデータの破壊や改ざんを行うコンピューターウイルス。インターネットが普及した1990年代後半から急速に被害が拡大。動かすだけで問題を起こすトロイの木馬型やひたすら増殖し続けるワーム型などが知られています。その第1号と言われているのは、1986年、アメリカのハーバード大学で発見されたブレイン。パキスタンでパソコン店を経営するアムジャット兄弟が作った 5.25 フロッピーディスクのブートセクタ、補助記憶装置のディスクセクタを感染させる MSDOS 向けウイルスだったんです。フロッピーディスクの動作を遅くさせ、一部のメモリーを使用できなくするこのウイルスには累計約10万枚、それだけ多くのフロッピーディスクが感染したといいます。畳のサイズは関西と関東で違う。平安時代から使われていたという畳、実はこれ関西と関東ではサイズが異なっています。関西で古くから使われてきた畳は京間で、その大きさは191cm×95.5cm です。一方、関東を中心に使われる江戸間の大きさは 176cm×85.5cm。
88センチと、その違いは歴然です。このように西と東で畳の大きさが異なるのは、徳川家康が江戸に幕府を開いたことが理由の一つに挙げられます。江戸時代以降、江戸を中心に関東の人口が増えるにつれ、住宅の需要が急増。その結果、住宅が狭くなり、畳も小型化していったと言われています。ティッシュペーパーはなぜ2枚重ねなのか。鼻をかんだり、お化粧で使ったりと、用途も様々なティッシュペーパーには柔らかさとともにある程度の強度が必要となります。そのため1枚で2枚分の厚さにするよりも、2枚重ねにすることでより柔らかくて丈夫な品質を実現しています。中間にできる空気層により吸水性も高められています。また紙には表と裏があり、ツルツルした面が表、ザラザラした面が裏となっています。つまり裏面同士を内側にして2枚を重ね合わせることで、肌に触れる外側が必ずツルツルの表面になるように仕上げられているんです。パンダの消化器は笹を食べるのに適していない。ジャイアントパンダといえば、笹や竹をむしゃむしゃ食べるイメージがある。確かに1日14時間で最大 12.5 キロもの笹や竹を食べているのだが、消化できる量は摂取量のわずか 17% に過ぎない。アメリカ微生物学会の論文によると、ジャイアントパンダは祖先である雑食性のクマの腸内バクテリアを保持しており、他の草食動物が繊維質の植物を効率的に分解するのに適した消化器を持っているのに対し、パンダの消化器は典型的な肉食動物のものなのだという。通常草食動物の腸は長く、馬などは約40メートルもある。しかしパンダは6メートルほどと、ライオンなどの肉食動物とほぼ変わらない。パンダはもともとクマのような肉を好む雑食性だったが、その後笹や竹を食べるようになっても、消化器は草食に適さないままだったのである。1割引きと 10% 還元はどちらがお得なのか。家電量販店やスーパーなどで導入されているポイントカードだが、そもそも 10% ポイント還元と1割現金引きではどちらの方が割引率が高いのだろうか。例えば10万円の商品があったとしよう。現金1割引きの場合、価格は9万円になるので、割引率は 10% となる。一方、10% 還元の場合は、言い換えれば10万円で11万円の買い物ができることになる。つまり、差額の1万円を11万円で割った数値が割引になるわけだ。この場合の割引率は 9.1%。 1割引きの方が約 1% も割引率が高い。ポイント還元は系列店でしか使えない、使うまで割引を受けられないなどのデメリットもあります。そう考えると実はそれほどお得ではないのかもしれません。たった290円で新幹線に乗れてしまう路線がある。新幹線に乗車するには、乗車券の他に
新幹線特急券が必要なため、それなりの金額がかかってしまう。実際に最も短い駅間である東京から上野間 3.6 キロでも乗車券160円、新幹線特急券の自由席840円とで合計1000円となる。ところが九州には290円で新幹線に乗れる区間がある。それは博多駅から博多南駅までの区間で、路線名は博多南線。地域住民の不便を解消するために誕生したこの路線は、正式には新幹線区間ではなく在来線の扱いになっているが、新幹線車両で運行されているのです。学校で鳴るチャイムはロンドンのビッグベンの音だった。始業や休み時間を知らせるチャイムの音は全国の学校でほぼ同じ音色が使われています。このキンコンカンコンという音が日本で採用されたのは戦後のことです。東京のとある中学校の教師が、戦前から使われていたやたらうるさい音の始業ベルを何か別の音に変えようと友達に相談したところ、鐘の音色を提案されたことがきっかけだったという。こうして使われ始めたおなじみのメロディーは、実はビッグベンの名で有名なロンドンの国会議事堂近くの時計塔で打ち鳴らされる鐘の音から来たもので、ウェストミンスターの鐘と呼ばれています。エイプリルフールに嘘をついていいのはなぜか。毎年4月1日、悪意のない嘘をついても許されるエイプリルフール。その起源には諸説ありますが、最も有名な説は1564年にフランスで暦を太陽暦、現在の暦に変更した際に、新年を春括弧3月25日から4月1日、それから1月1日に変えました。それに反発をした人たちが嘘の新年と騒いだのが始まりという説である。またインドのお坊さんが3月の終わりまで迷いを捨てる修行をするのに、4月1日には元に戻ってしまうことをからかったのが起源という説もある。なお西洋から日本にこの風習が伝わったのは大正時代と言われます。ミネラルウォーターの賞味期限はなぜ長いのか。水を長時間そのままにしておくと大抵腐る。ところがミネラルウォーターは1年や2年は平気だ。まずミネラルウォーターのミネラルとは何なのか。これはカルシウム、鉄、亜鉛、コバルト、マンガンなどの生理作用に必要な無機物の総称です。要するに体にいい成分というわけだが、それ自体はミネラルウォーターの賞味期限の長さとは関係がない。賞味期限の長さの秘密はその製造法にある。ミネラルウォーターの強力ブランド、南アルプスの天然水は、大方の雑菌を排除するミクロフィルターでろ過されています。さらに除菌された水の充填と密栓の作業は、NASA、アメリカ航空宇宙局で開発されたクリーンルームという
雑菌が限りなくゼロに近いゾーンで行われているといいます。このように念を入れた処理があってこそミネラルウォーターの長い賞味期限は実現されるのです。オカメとひょっとこ、一体どんな関係なのか。オカメといえばひょっとこ、しかもカップルで踊るからオカメとひょっとこは夫婦と思っている人が多いかもしれない。しかし元はといえば赤の他人なんです。カップルで踊るようになったのは江戸時代の里神楽のことである。ひょっとこの起源は古く、古事記に出てくる雨の真一つの神をはじめとする火事の神々の不敬を引くといいます。ひょっとこの顔は火を吹く時の顔を表現したもので、ひょっとこは火男、あるいは火吹き男のなまった言葉とされています。火事の作業で大事なのは不意語で風を送ることと火の色を見分けることだが、ひょっとこの顔や片足を上げて舞う姿はこの火事の作業に由来しています。一方のオカメはもう少し新しく、奈良時代の壁画や平安時代の絵巻物に描かれています。見た通り下膨れの美女がその起源です。これがふくよかな顔やひょっとこ相手に演じる性的な動きが北条を暗示して縁起物として扱われるようになったんです。宅配チラシはどんな人が配っているのか。新聞の折り込み広告やダイレクトメールと同様、大抵ゴミ箱に直行する運命にあるのが郵便受けや玄関口に投げ込まれる宅配チラシである。この宅配チラシ、ほとんどは主婦や学生のアルバイトが配っているという。引っ越し業者や不動産や自然食品の販売店などチラシを配りたい業者が直接アルバイトを募集する場合と、各業者から請け負ったポスティング業者がアルバイトを募集する場合とがある。しかしこのバイトなかなか大変なようだ。何千枚というチラシを抱えて歩くのは結構骨が折れるものです。途中で捨ててしまえばわからないと思うかもしれないが、業者はバイトにGPS を持たせたり巡回するなどして、きちんとチラシが配られているかどうかをチェックしているといいます。だからサボるわけにはいかないんです。駅のコインロッカーはどれくらい儲かるものなのか。駅のコインロッカーはJR や私鉄会社が設置しているものと思っている人も多いでしょう。しかし本当はロッカー専門の会社が鉄道会社から場所を借りて設置したものなんです。さらにロッカー会社も加盟店や代理店と呼ばれる出資者を募っているため、本当の所有者は別にいることになります。お金の流れを紹介すると、まずロッカー会社は加盟店や販売店を募集してロッカーを販売。その一方で稼働率の高そうな場所を見つけて鉄道会社と契約し、設置場所として加盟店に提供します。売上はロッカー会社と加盟店、設置場所の所有者が分けることになります。現在ロッカーの使用料は普通の大きさで200円から300円程度。これでは大きな儲けは見込めないように思えるが、塵も積もれば山となります。長期的に考えれば
コインロッカービジネスは着実に利益を上げられるビジネスなんです。なぜ吉原ではアリンス言葉が使われたのか。ありますがアリンス、ありましたがアリンした、ありませんがアリンセン、ありましょうがアリンショ。映画や歌舞伎で耳にしたことがあるかもしれませんが、江戸時代の吉原ではこうした独特の狂わ言葉が使われていた。こんな独特の言葉が使われるようになったのは、遊女のお国なまりを隠すためだったという説が有力である。吉原の遊女には東北出身者が多く、また当時は関東周辺の人たちも鉛の強い言葉を話していた。彼女たちに鉛丸出しで話されると、江戸っ子たちは言葉が理解できない。そこで独特の共通語が作られたというわけだ。またわざわざ狂わ言葉を使い、江戸言葉を使わなかったのは、通のお客の好奇心を刺激するためだったとも言われている。吉原へ通い詰めなければその言葉を理解できない。お得意さんたちに特殊な世界へ入り込んでいるという非日常的な気分を味わってもらうためにも独特の言葉が作られたというのだ。乾電池の単一単二の単の正体とは、災害などの救急時にも重宝する我々の生活に身近な乾電池だが、この乾電池、そもそもなぜ乾いた電池なのか、またなぜ単一単二などと単がつくのだろう。1868年にフランスのルクランシェが発明した電池は現在の乾電池の母体となるものだが、塩化アンモニウム溶液がこぼれるなど不便があった。その後1888年にはドイツのガスナーが電解液を石膏で固めた電池を発明した。水があってもこぼれないことから乾いた電池、乾電池と呼ばれるようになったのである。一方、単一単二などの単とは単位電池の意味です。1930年代中頃までは何個かの電池を一つにまとめて力の強い電池を作っていたが、その後今のように一個ずつの電池を使うようになった。つまり何個かをまとめた電池ではなく、一つの電池という意味なのだ。シマウマは縦縞ではないのか。デザイン的に地面と垂直なのは縦縞、平行なのは横縞となる。だから例えばシマウマなら縦縞のはず。だが生物学的に言うと、シマウマの縞は横縞なのだという。動物の模様は姿勢によって見え方が異なる。そのため哺乳類、魚類などの脊柱動物では背骨に沿って平行な方向、つまり頭から尾っぽの方向を縦、背中に垂直な方向を縦と呼びます。つまり人間などの類人猿を除く多くの動物は頭と尾っぽを結ぶ背骨が横になる姿勢なので、人間とは縦と横が逆になる。だからシマウマは横縞になるのである。
宅配便の中の手紙は違法である。一人暮らしをする学生に届いた母親からの宅配便、中を開けると地元で採れた柿と一緒に母親からの手紙が。思わず涙ぐんでしまいそうだが、実はこれ郵便法違反という犯罪の一種にあたる。郵便法第76条では、日本郵便以外の事業者が信書の送達を行うことに厳しい罰則が定められている。もし違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられるという重罪なのだ。信書とは、特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書と定義される。手紙やはがき、請求書、許可書、領収書、証明書などがこれに該当する。信書かどうかの判断を下すのは総務省だが、その基準はとてもわかりにくい。だが、もし誰かに郵便法違反を告発されたら、事業者だけではなく頼んだ本人も容疑者として警察の取り調べを受けることになるかもしれないのだ。ただし、その手紙が銃として添えられている場合、つまりあなたの好きな柿が熟したので送りますなどのように、あくまで貨物という郵送する主体があり、その郵送に関する説明などが記載された文書である場合は違反にはならない。いちごは果物ではなく野菜である。デザートとして食されるいちごやメロンは、農林水産省の分類では実は果物ではなく野菜として扱われている。分類の詳細を見てみると、野菜は草の葉や実などを食べるもので、毎年育てるもの。果物は木になる果実で、何年にもわたって収穫できるものとなっている。ただしいちごやメロンが野菜ではやはり違和感があるため、農林水産省もこれらについては果実的野菜と呼んでいる。ちなみに青果市場では消費される形態に合わせて分類するため、いちごやメロンは果物として扱われているようだ。自動車のスピードメーターが時速180キロまである謎とは。制限速度の標識や表示がない一般道路を走る場合、自動車の最高速度は通常時速60キロ。高速道路では時速100キロとなる。これらは道路交通法施行令によって定められている。それなのに、なぜ多くの国産車のスピードメーターは時速180キロまであるのか。これには安全上の理由がある。国内のほとんどの高速道路において、最もきつい角度の坂は 6% 勾配とされる。高速道路の走行時、この 6% の上り坂を時速100キロで走るためには、平地を時速180キロ程度で走る力が必要なのだ。また、万が一走行中に危機回避が必要になった場合、時速100キロ以上の速度が必要になることもある。そこで自動車には100キロを超えるスピードを出せる能力が
求められているのだ。戦艦ヤマトの船内にはラムネ工場があった。真珠湾攻撃の8日後の1941年、昭和16年12月16日に集約した戦艦ヤマトは全長263メートル、排水量6万9600トンという世界最大の戦艦である。ミッドウェー、マリアナ沖、レイテ沖といった海戦にたびたび出動したが、その巨大さがゆえほぼ出番がなかった。そんな戦艦ヤマトの船員たちにとって楽しみの一つはなんとラムネだったという。実は当時の戦艦には消火用に炭酸ガスの発生装置がついており、これとシロップ、水を混ぜればラムネができた。ただしラムネの配給は上官優先で末端まで届かず、ラムネ当番だけは自由に飲めたという。ヤマトはそれまで船体機関だった長門より桁違いに大きく、冷暖房完備やエレベーターも完備、ラムネだけでなくアイスクリーム製造機まであった。そんな居住性にも優れたヤマトを人々はヤマトホテルと呼んだという。発明当初のレコードに使われた意外な原料とは。最近は若者を中心にレコード人気が高まっている。 CD でもネットからのダウンロードでもない形で音楽を聴くというのが新鮮に思えるようだ。実はレコードは昔からあの黒い円盤形をしていたわけではありません。かつては形も円盤ではなく、しかもあっと驚くような材料で作られていたこともあったのです。レコードを発明したのは発明王のトーマス・エジソン。1877年に世界で最初のレコードを作ったのがその原料の錫箔。形も現在のような円形の平板ではなく円筒形だったんです。この世界初のレコードを実験するために彼はメリーさんの羊という言葉を吹き込んでみた。ところが再生音が悪いゆえすぐに擦り切れてしまい、到底実用化できそうになかった。錫箔に代わって登場したのはもっと驚くべき材料なんです。なんとロウだったんです。円筒形のロウのレコードは錫箔のレコードの欠点が改善されてたちまち反響を呼びました。やがてこれに音楽を録音してレコード産業として成り立つようになったんです。そんなわけでレコードはそれからしばらくの間すべてロウで作られていたのでした。シャネルの5番はある動物の体液が原料なんです。好きな人はうっとり、嫌いな人は顔をしかめてしまう高級香水の香り。その好き嫌いが大きく分かれる原因の一つが麝香の香りではなかろうか。シャネルの5番や19番などジャスミンやバラを基調とする高級香水には麝香を原料の一つとして用いているものが多い。この麝香、元が何なのかを知ったらうっと驚いてしまう人が多いかもしれない。麝香の原料はなんと麝香猫ではなく麝香ジカのオスの生殖腺の分泌物なんです。いわばフェロモンのようなものなんです。麝香ジカは中央アジア、
ヒマラヤ山脈、チベットなどに生息する鹿の一種で、秋の発情期になるとメスを求めて発情したオスの生殖腺に蛇行が充満する。この発情したオスを捕まえて蛇行を集めるわけで、1頭から30から60グラムぐらい取れる。分泌物そのままの蛇行は糞尿以上の強烈な悪臭だが、1000分の1以上に薄めると好きな人ならうっとりするようなセクシーな香りとなり、香水に使われるというわけである。いまだに冷凍できない食材って何？驚いたことに、現在では生卵が冷凍できるのだという。本来、卵の黄身はそのまま冷凍すると、タンパク質がゴム状に変質して食べられなくなる。ところが、砂糖や塩を混ぜ、凍る温度を下げて冷凍すると、解凍した生卵は茶碗蒸しのように固まったり、メレンゲのように泡立ったりする性質を再現するという。生卵の冷凍化が成功したのだから、もはや冷凍できない食材はないだろうと思うのだが、そうでもないらしい。豆腐やプリンはスポンジ状になり、牛乳は成分が分離し、レタス、キャベツなどの葉物野菜は歯の繊維がガラス状になる。大根も大根おろしの形でしか冷凍はできない。いちごはなぜ冬のフルーツになったのか。今ではすっかり冬のフルーツとして定着したイチゴだが、冬に大量に出荷されるようになった理由はいくつかある。まずはハウス栽培が普及したことだ。もともとイチゴは露地栽培が主流だったが、1960年代からハウス栽培技術が進化して一年中収穫できるようになった。加えて食の欧米化が進み、デザートやケーキ用にイチゴが多用されるようになった。とりわけクリスマスケーキの需要が増える12月に大量のイチゴが出荷されるようになった。さらに3月のひな祭り前後もイチゴの需要が高まるので、出荷の中心時期が11月頃から3月の時期にシフトしたのである。冬にイチゴが売れる理由は、その時期に出回る他の果物が少ないことや、寒い時に熟したイチゴは糖度が高くて甘いという理由もある。また気温が低いほど傷みにくいので出荷しやすくなるという利点もある。メールが正しく相手に伝わる確率はわずか 50% なんです。やっぱり微妙な問題はメールじゃなく電話でやり取りしないとねというセリフを口にする人は結構いる。確かにメールのやり取りは意味が伝わっても意図は伝わらないということがよく起こる。なぜだろうか。シカゴ大学の心理学のニコラス・エプリー准教授が学生を対象にして行った実験では、こんなことが分かった。メールでメッセージを送信した側は、自分が送ったメールの意図が 80% の確率で正しく解釈されるものと思っている。ところが、メールを受信した側が相手の意図通りに受け止める確率は 50% しかない。
エプリー准教授によれば、この大きなすれ違いは、メールを送る側が自分の意図することを相手が正しく解釈してくれるものと想定する思い込みから起こるという。電話ならば、いやいや、そういうことじゃなくて、え、どういう意味といったリアルタイムのやり取りがなされるので、同時的に誤解の修正がなされる。一方、メールはチャットでない限り誤解の修正がされないまま伝達される。また、手紙ほど慎重に言葉を選ばないのも意思の疎通を妨げる要因の一つと言えるだろう。都会の泥跳ねは洗濯しても染みになる。都会人は雨の日のおしゃれに注意をした方がいい。なぜなら、都会の泥跳ねは田舎の泥跳ねと違って洗濯しても完全に落ちないからだ。そのままシミになる確率が高いのである。これを証明する実験データがある。同じ素材の布に都会の泥と田舎の泥、2種類の泥をつけて完全に乾かした。これを中性洗剤で洗うと、田舎の泥は難なくきれいに落ちた。ところが、都会の泥の方はいくらこすっても完全には落ちなかった。うっすらと泥じみが残ったのだ。この物質を分析すると、自動車の排気ガス、油など様々なものが混ざり合ったものだった。つまり、都会は交通量が多く、排煙を出す事業所の数も多い。都会の大気は排ガス、アスファルト塗料の粉、揮発性有機化合物、ダイオキシンなど肉眼では見えない大量の化学物質で汚染されている。これらの化学物質は雨が降るたびに雨粒に溶け込んで地上に落ち、泥と混ざる。この泥が繊維の間に入り込むと、普通の洗濯洗剤では落ちない面倒なシミになってしまうわけだ。一方、田舎の泥は成分の大半がただの土だから、洗えば簡単に落ちるのである。運動をすると本当に風邪をひきにくくなるのか。適度な運動が体に良いことは誰もが知っている健康常識だろう。そして、近年、運動すると風邪をひきにくくなることがアメリカの大学で行われた前向き疫学調査によって科学的にも実証された。前向き調査とは、因果関係を検討するための疫学調査法の一つ。最初に、健康な人の生活習慣、喫煙、飲酒、食生活などを調べ、この集団を前向きに、つまり将来にわたって追跡調査をするという研究法である。この調査では、18歳から85歳の男女1002人に対して、運動回数とその強度を10ポイントで自己評価をしてもらい、生活習慣やストレスなど免疫機能に関わる項目を調べた。すると、ウォーキングやジョギングなどといった有酸素運動を週5回以上行っていたグループは、ほとんど運動していないグループに比べ、過去12週間に風邪をひいた日数が 43% も少ないことが分かったのだ。この調査結果は、運動だけではなく、教育レベル、結婚、性別、ストレス、果物の摂取など、様々な項目を加味したものだ。性別や年齢、
既婚であるかどうかも風邪の発症回数との関連性が認められたが、最も関連が深かったのは健康への意識の高さと運動回数。風邪にかかった場合も健康意識が高い人の方が重症になりにくいことが分かっている。ディズニーランドに遊びに行った際に、ディズニーホテルに1泊8800円で泊まれる方法とは。実はオズホテルというサイトから宿泊を申し込めばいいんです。次のホテルでも OK です。ヒルトン東京ベイ、東京ベイホテル東急、ホテル大倉東京ベイ、このホテルも1泊8800円で泊まれますんで、ご活用ください。4月4日と6月6日と8月8日と10月10日と12月12日は毎年同じ曜日になります。なぜ YouTube の動画を見ているのにどんどん画面が割れていくのか。 YouTube の動画の再生中に1980とキーボードで入力をすると、動画の上部にゲームが登場してきます。そしてミサイルが降り注ぎます。ミサイルを阻止しないと、どんどん YouTube の動画が割れていってしまいます。ストレスの解消法です。車の中や布団をかぶりながらでも、バカ野郎、お前が悪いんだバカ野郎と思いっきり叫んでみましょう。逆に怒りがヒートアップしてしまったら、へその下のあたりで深呼吸をしてみてください。 1,2,3,4,5 と言葉を言わずに心の中で唱えながら深呼吸をしてみてください。それでも怒りが頭をよぎるようなら、トホカミエミタメ、トホカミエミタメを40回言いながら、へその下で深呼吸をしましょう。それでも怒りが収まらずに、ストレスが本当に爆発しそうな時は、両手をピースして、カニ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 、とつぶやきながら横移動をしてみましょう。悩んでいることの何もかもがバカバカしくなります。やる気をよみがえらせる方法です。椅子に座り、目を閉じて両手を膝の上に置きます。右手を軽く握り、深く深呼吸しながら、大好物の香り、味、見た目などを思い出します。これを30秒間。そうするとドーパミンが分泌いたします。ドリンク剤よりよっぽど効きます。日の光を浴びながらのジョギングもいいです。抗うつ剤の何倍もの効果は実証されております。セロトニンが相当分泌されまして、夜になるとメラトニンに変わりまして、よーく眠れるようになります。ゴキブリの唐揚げは鳥の唐揚げと味的には大差ないんです。よってあの繁殖力を利用して未来の食料にする計画も存在いたします。ゴキブリとエビは体の組織成分がほぼ一致していると言われています。ゴキブリは
ウイルスや菌をたくさん持っていますので、実際にはコオロギが実用化されております。コオロギといいますと、無印良品でコオロギせんべいを販売しましたし、ダイソーさんでもコオロギスナック販売しました。ホームセンターでもコオロギせんべい、コオロギスナック、お好み焼きのコオロギ味、いろいろ言ってますね。 NHK の昆虫すごいぜ、香川照之さんが出てるんですけれども、撮影に使われました群馬昆虫の森という施設でもコオロギスナックは売っております。食べてみましたが、カッパエビせんと味はほとんど変わりませんね。余談ですが、香川照之さんのサインとカマキリ先生のサイン、2つ飾ってありました。お人柄の良さがよくわかりますね。立ち小便器に女性用があった。1964年東京オリンピックが開催された国立競技場などに設置され、当時話題となったのが女性用立ち小便器、サニスタンドなんです。ただし実際には男女兼用で、男性は便器の方向、女性は便器に背を向け立ったままの姿勢で使用いたします。しかし女性が立ったままで用を足すことへの抵抗感は強かったようで、一般に普及することはなかったそうなんです。牛肉の A5 ランクは味を保証しているわけではありません。牛肉の格付けは皮や内臓を取り除いた後に残る食べられる部分の肉量を A から C の3段階で刺し、脂肪量や肉の色などから肉質を1から5の5段階で評価するんです。しかしこの格付けには味の評価が存在いたしません。つまりたとえ最上級の A5 ランクの牛肉でも、実際に食べて美味しいとは限らないのである。かき氷のフレーバーは実はどれも同じ味である。本格的な夏がやってくると食べたくなるのがかき氷である。いちごやレモン、メロン、ブルーハワイなどかき氷には様々なフレーバーがあるが、市販のかき氷シロップはどれも甘味料をベースに香料や着色料を加えたものなんです。つまりどのフレーバーも味自体は同じ。見た目や香りによって脳が錯覚を起こし違う味に感じるんです。あまり大きな声では言えませんが、ブラックリストは本当に存在します。一市民の金銭上の個人情報を累積したブラックリストは現実に存在いたします。一市民の消費者金融の理由にまつわる情報は一定期間日本信用情報機構に累積されるんです。その中で過去の踏み倒しや返済の延滞を記載された要注意人物のリストがいわゆるブラックリストなんです。一方、銀行、クレジット会社、消費者金融は
それぞれの業界の信用情報機関に相互乗り入れして、窓口に訪れたお客とブラックリストとの関係に絶えず目を光らせているんです。特に銀行はたった一度の返済延滞でも貸し渋ったりします。またクレジット会社によっては過去に消費者金融との付き合いがあったことを発見しただけで入会を拒否することもあります。金融機関の利用における安易な行動にはくれぐれも用心した方がいいですよ。砂糖には賞味期限がない。食品衛生法やジャス法によれば、砂糖には賞味期限が定められておりません。その理由は、砂糖は野菜のように水分を多く含むものではないため、菌などによって傷むという意味の腐るということがないからなんです。保存状態にもよりますが、きちんと管理さえすれば数年は食べられると言われております。あまりにも乾燥した場所に置いておくと、水分が蒸発して固まってしまうこともありますが、一度紙の上に広げて霧を吹くか砕いて使えば問題はありません。なお、黒砂糖は水分が多いことから味や匂いが変わってしまうこともあるため、賞味期限が表示されているものもあります。車にも落雷することはあるのか、もし落ちた場合は車内にいても大丈夫なのか。日本自動車連盟 JAF によりますと、雷はより高いところに落ちる傾向があるので、車でもアンテナのように上に突き出たところには落ちやすいそうです。 JAF が実際に人が乗っている車に人工の雷を落とす実験をしたところ、雷の電気は車体の金属部分を伝わってタイヤの表面を通り地面に逃げました。車の被害はといいますと、落雷した場所の塗装面に小さな傷がついた程度で、エンジンをはじめ機械類には異常は起きませんでした。車内に電流が流れた様子もなく、中にいた人が車内の取っ手やハンドルを触っていても何も感じなかったそうです。この実験結果からも、運転中に雷の音が聞こえた時にはアンテナは縮めて窓を閉め、車内にいるのが一番安全と言えるでしょう。宇宙空間に食品を運んで放置しておくと、その食品はどうなるのか、時間が経っても腐らないのか。乾燥食品メーカーである日本ジフィー食品大阪市によりますと、空気のない宇宙空間では食品は凍結して腐らないそうです。地上から宇宙へ食品を運ぶと仮定しましょう。高度が上がるにつれて気圧は急速に低下して真空状態になり、それにつれてその食品が持っている水分はどんどん蒸発していきます。蒸発のたびに食品の温度は下がり、宇宙の高度にもよりますが、ついには凍結します。ちなみにこのように一定の気圧、約160分の1気圧より低いところで凍結した食品は加熱しても溶けないで水分が完全に飛び乾燥します。この原理を応用したのが市販されている卵スープなどのフリーズドライ食品なんです。製氷機ではやってはいけないことです。製氷機の水を入れるところには水道水を入れてください。必ず水道水を使いましょう。絶対にミネラルウォーターは使用しないことです。説明書にもちゃんと書いてあります。
製氷機を壊す原因で結構多いです。水道水の中にはカルキが入っていまして、腐敗を防いでくれるんです。ミネラルウォーターにはカルキが入っておりません。塩素が入っておりませんので、使わないとどんどん水が腐ってきまして、詰まりの原因になってしまいます。これで壊す人は多いんです。